ください。本当に最悪、もうやだ。今のは忘れて、もう今のは本当に忘れてください。多分ね、私さっきまでずっと寝てたからちょっと頭が回ってない。お仕事がありました。本当に最悪、最近口が滑る、ダメ。まあ、さっきまでラジオ聞いてた。そうそうそう、これは本当です。さっきはラジオ聞いてました。ダメだ、多分ね、疲れてます私。こんなに最近ポロポロ言っちゃうなんて私の中でもだいぶありえないことなんで、疲れてるんだと思います。今日も早く寝ます。口に油差しすぎ。やっぱ毎日オリーブオイル飲んでるのダメかな。毎日オリーブオイル公演前に飲んでるのダメかしら。一応乾燥対策としてオリーブオイルをティースプーン1杯分公演前に飲んでるんです。そう、今日の夕飯はローストビーフとお肉と、で、聞いてください。あ、ですね、ジョン・マイ・ラブのキャストのタマさんにおでんいただきました。タマさんの手作り、明日食べる。そう、今日はちょっとローストビーフ食べる予定があったから、用事って言ったらちょっとあれだけど、予定があったから明日食べます。羨ましいだろう、イエーイ、めっちゃ美味しそうだった。ちゃんと明日は自撮りするよ。そう、タマさんのおでんと自撮りします。なんかタマさんが昨日、今日私おでん作るのって言ってたから、頑張って、なんでか知らないけど応援したんですよ。頑張ってくださいって、なんでか応援して、そしたらルンバ昨日応援してくれたから持ってきたよっつって、いやー嬉しい、嬉しすぎる。卵も入ってるし、お肉もちょっと入ってたし、練り製品もあるし、白滝もあったし、楽しみでございます。早く明日の夜になれ。早く明日の夜になれ。嬉しい、マジで嬉しすぎる。もうこれがね、朝とのテンションの違いですね。違う、朝は別にテンション低かったんじゃなくて、朝寝起きだから声が出ないだけです。あと、そう、今日島村行ってきた。まあ、アベイルも行ってきたんだけど、そうで、腹巻き買って、でアベイルとハンターハンターコラボしとって、そうで、ちょっと欲しいなとは思ったんだけど、なんかトートバッグ、ゴンのトートバッグは頼んでて、でそれ以外でちょっと欲しいなって思うものはあったんだけど、あー、まあいいかなって思ってみました。で、本当はな、前さくらちゃんとサンリオキャラクターのコラボ商品のアベイルのがあったんだけど、それはもうね、めっちゃ売り切れてて、もう全然なかった、一着しかなかった、買いませんでした。まあ、いずれまたなんかいい、そう、いいロンティーが手に入る機会があると思ってね、次に持ち越して、今日いろいろお買い物行ってね、欲しいやつとかもあったんですけど、欲しいやつっていうか、これ気になるな、これ見たいなっていうのがいっぱいあったんだけど、思った以上にあんまり買わなくって、お年玉がめっちゃ余りました。そうなんか、まあもちろんそのグッズってあんまり出ないからさ、まあこういう
機械じゃないと買えないっていうのは分かってたんだけど、今日はね結構なんかまああんま使わないなって思うものは買わなくていいやって思って買わなかった結果、結構お年玉を使わなかったので、またそれは別のね機会に、まあ、さくらちゃんのグッズでいろいろ気になるのもあるからさ、そうだからそっちにちょっと使おうかなって思って、まあそれはそれで得がったんではないかと思うんですけど、何を買ったのかっていう話ですよね。まあ、それの1個をお見せしましょう。これは絶対に欲しかった。じゃーん、うさはなのグッズです。そう、本当は今日うさはなのグッズいっぱい買おうって思ってたんです。ただでもやっぱちょっと見たら、あー別に買わなくてもいいかもって思っちゃって、今回は見送りました。そう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 、いろいろね、そう欲しいのはあったんだけど、そうで、でもこれだけは絶対欲しくて、ででもネットだとなかったんですよ。ただ愛媛だったらまだあると信じて、そうほのちゃんと一緒に買いに行きました。ほのちゃんもうさはな好きみたいでさ、一緒に行こうよって言ってたから行って、これがね一番欲しかったから嬉しいです。本当はもう一個買おうか迷ったんだけど、まあ汚してなんぼとか思って1個だけにしました。これとあとシールを買った。そう、本当はトートバッグとかチェストとか買おうかなと思ったんだけど、まあいいかな、トートバッグはチェストもいいかなみたいな。ポーチも可愛いけど、このポーチ割と似た形の筆箱あるんだよなみたいな、今回はいいかなって思って見送って、またね次いつか素敵なグッズに出会えると信じて、今日は結構ね、なんかそういうお買い物ができたので、個人的にはとても満足しております。まあそれにうさはなはこれから20周年のグッズがいっぱい届くんで、うん、めっちゃだんだん頼んだやつ、そう、それが届くんで。だからまあいろんな考え方の人いらっしゃいますね。やっぱなかなかグッズないからこういう時にこそいっぱい買うんやとか、まあお年玉だからほんといっぱい買おうとは思ってたんだけど、でもいいし、いやでももう使うのを重視してこれだけでいいかもっていう風に買うのもいいし、まあ私は時と場合によるかなっていう感じなので、それじゃあ今日そろそろ当てていきたいと思います。狙うはキルア&イカルゴでございます。じゃあ今日はそれが出るかどうかで投票で決めましょう。お目当てのものが出ると思う人は1番、出ないと思う人は2番で投票してください。今日はね、あの願掛けのために1枚食べました。で、もうあの直感で選んだ。で、終わったらちゃんとこのジップロックの中に入れて保存します。美味しかった。久しぶりにウェハース食べました。そう、でもあの当たる気がする、なんわかんないけど、おとついほのちゃんが出て、昨日もう一人じゅんが出て、で今日私が出すんです。知らないけど知らないけど、でウェハース自体は好きなんですけどね。そうそう、それじゃあもう早く開けたいから、そろそろ投票終了していいですか早く開けたいから、それじゃあ投票終了しますよ。ペイ、あ出ると思う人の方が 65% ですね。ありがとうございます。それじゃあ早速1枚目もう早く開けたい開けていこうと思います。それじゃあいきますよ。3、2、1、じゃん。え、メール M だ。うわ待って、これトレード案件かもしれない。これは
トレード案件かもしれない2回目。え、でも嬉しい。いやちょっとメルエムは嬉しいかも。いやでもこれはトレード案件になるかもしれない。じゃあ2枚目いきたいと思います。いや出ると信じてる私は。これ何、ちなみにこれノーマルですね。あ、でもノーマルってことはいいじゃん。そう、ほのちゃんがね小麦出したんですよ。でこれのメルエムが欲しいって言ってたの。あ、これノーマルってことは来てんじゃないの。あ、めっちゃドキドキいってる。どれだ、これだ。それじゃあいくよ。さあ緊張する、待って。それじゃあいくよ。3、2、1。はい。はっ、え、いやちょっと待って、待って、ここでスーパーレア出すの私。ちょっと良くないって、ちょっとお待ちなはれや。いやこれはちょっとちゃんと報告したいと思います。出なかったよねえ、でもスーパーレアです。いやちょっとこういう時にさ、ちょっといいの出すのやめてもろて良い。こういう時にいいの出すのやめてもろて。これスーパーレアです。だからほら見て、めっちゃキラキラなの。これだと分かりづらいんだけど、すごいキラキラ。出なかったよ、出なかった。キルマイカルゴ出なかったよ。出なかったよ。ということで今回はこの2つでした。ウェハース足りなかったのかな。とりあえずまずジップロックに入れます。え、足りなかったウェハース。ね、キルはキルはキルは私の何がダメだったの。キルはねえねえ、キルアとイカルゴ、私の何がダメだったのかな。私の何がダメだったの。キルア、やっぱこれまで全部ウェハース人にあげてきたツケが回ってきた。キルア、キルア、これはまあ各所に報告ですね。各所ウェハース、シールウェハースを買ってる組に報告いたしたい、報告したいと思います。とりあえずウェハースはちゃんと交換して、キルは、でも私のファンの方もいら、あの当てていらっしゃる方、あ、当ててる方はいらっしゃるんです。ただちょっとね、なんか送りましょうかって言ってくれてはいるんだけども、やっぱ自分の手で当てたいっていうところはあるんですよ。ただちょっともうこれ以上買うとね、めっちゃ買ってんじゃんってなっちゃうのよ。そう、めっちゃ買ってんじゃんってなるから。そう、くそー、違う風に運が使われてしまった感がすごいです。とりあえず業務連絡いたしたいと思います。メルドネフェルピト、でも初めて、やっと決めらんときた。やっとキメラ側が来ました。はい、やっとです。私これまでずっともう本当にキメラじゃない方だったので、まあスーパーレア嬉しいから、これはちょっとあんまトレードはしたくないな。まあピトーはね嫌いではないんだよね。ということでちょっと配信を終えてからこの後各所に報告いたします。はい、ということで15分経ったので、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。ランキングを読むべ、13位から、13位プレジョンさん、12位片栗小十郎さん、11位マモさん、10位カリネコでも好きだよさん、9位夏目さん、8位キサラギカオルさん、7位タカコさん、6位ロミツさん、5位カラスのカーコさん、4位 TK つけいじさん、3位玉国さん、
2位海海さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。ありがとうございました。